Donc, rythmez-y. こんにちは。こんにちは。どこまでやってある？あ、とりあえず洗ってバリカンまで入れたんですけど。じゃあ一緒。うん。見える感想。見てるね。見てるよ。何ヶ月？七ヶ月。この子は八ヶ月ですけど。八ヶ月。はい。この子ね、もうすぐ七ヶ月。今六ヶ月。ああ。10月だから、10月18日だから、19、12、1、2、3、4、5、まあ、7ヶ月、もうすぐ7ヶ月。うん、この子はほとんど8ヶ月、うん、?8 ヶ月くらいなんです。質問がありましたら、あるから。선생님의 강화가 엄청 좋네. 그걸 모니터로 보여줄래? 일본과 한국의 사람 両方なんで 일본の人で 韓国の方の 12の方に 質問がある人は 日本語で 聞いてくれば 自分 字だと漢字と難しいのは分からないから 自分が聞きます。 韓国の人の質問は順に見てもらって日本語に変えてもらうという形になります。でもカット始めてこう。いいですか？わかりました。はい。あ、はい、안보이는데괜찮나。いけて。됐지。뭐내릴까? 네. 아니아니내내이렇게할게요. 뭐야? 안 보여? 보여? 봐봐.괜찮아. 근데 우리 검은 동이라. 잘 봐봐. 足のラインからとりあえず多めにカットします。足、それどこ？後ろ足。あ、後ろ足、足回りね。はい。自分だから昨日夜5分で洗って15分で乾かして、あ、今日は洗ってないからドライヤーで今伸ばしただけ。すごいフローが雑だった。自分の中と足回りはもう揃ってるかな。ああ、先生も足ラインを다잘라놨대。いらないと思う。こっからいける。あんまりブローが良くないね。あの、セットしようと思ってブローしてないから。スプレー持ってくるの忘れたと思う。これ놔줄래？これ保護할게。これ놔줄게。
します。もう十時太ったんで次もうスロープ行きます。それも知らん。セカンドパピーとは違うんで。セカンドパピーとは다른모양이라서。なんか施設の方も太ってる。とりあえず、端回りは。端回り終わった。はい。だから、次どこ取る？スロープ、先生と同じように。ユージル取って、スロープ取って。うん。これ、サバティエ、サチョジャで。ほぼ同じだね。ここ取んないと、バランスが取れないから、これ次前取るから。通るけどちょっと前に。この子は今1ヶ月くらいカットはしていなかったんでしたけど、この時は。海のフォームとか、こういう細かいね、ドッジボールの海とか、こういう感じ、細かいの使ったな、綺麗に。キュラーで入っちゃった。また後で、サイドは、前をフロントは見せるけど、とりあえず、ここ掘っちゃいます。これ、これ만들어세비괜찮아요スービー、ここでバランス見ます。ちょっと上すぎるかな、俺ね。で、あんぼいな。おう。下がっちゃった。ギャンって。違う、あんすんだ、これ。多分、このくらい。このくらいかな。
さっき使ったアサミが 7.5 インチのうつみのスパ株なんでしたけど、この子は毛が長いので、うん、それより短いスパ株にした方が、もっと力入れるようにカットできるから、短い方を使います。あ、順位のやつ、うん、はい。自分はもうほとんど全部この長いのだけ。うん、短いの使うとしたら、マスターの、使うけど、何でかな。저옷좀여자주면돼요 자, 자. 내가안보일라나이게안되면보이겠지문열렸어보관할게사이도있어그건너무지인하고에다라가리남들쯤이너그놈아이나타났어뭔데그놈아사는데とりあえずね、あの、下に広げないです。ま、あんまりまっすぐ、ほぼまっすぐ下ろす。あ、밑으로안터지게。ねえ。はい。ここに、バグを作ります。はい、あんまり。セカンドパティも一緒ですね。ちょっとこのパティも一緒です。で、じゃあここから見て、これセカンドパティだとまっすぐだけど、パティ筋からこっち、ちょっと回
衣装とアップジョブ。アップジョブ。起きることないんだよね。足りないけど、ちょっとかじったらね、なかなか。足が長くて、目が短くて、胴も短くてって見えるように今作ってます。こんな感じ。一回これ持ち上げて。いや、それ色が悪いだけ。洗い物とかしててちょっとうるさいけど決めてくれないかな。セミこんな感じ。だいたいまあ仕上げじゃないからとりあえず半分こんな感じ。できた反面、はい、できました。まだできた。できました。うん。そしたら逆もやるでしょ今。やりましょう。うん。次。違うから分かりますね。でもここも取ってあるし、もう
ラインを同じように取ってるから、あとは左右対称にするだけ。보여줄래 내가 이거? 좋아 올립시다 내가 질문했다 한국분들한테 나이네 어 한국분들 중에 혹시 질문 있으신 분 있으면 지금 알려주세요 많이 들어왔을지 모르겠는데 밑에 나이네 에? 밑에 이런 데서 계속 일단 질문을 밑에 우리 눈을 何か質問したら言って。何が分かるわけですね。ああ。근데 한국과 도구쇼 라이게츠가라 야른다 또 아, 또 한국과 뭔가 좀 오사마ってて 일본도 뭐 바라시키고 아, 本当ですか? 한국을 見習わないといけない 근데 마스크とか しなきゃダメでしょ? 한국とか それが昨日よりは 今日からは 緩くなりましたけど 前より厳しくはしなくてもいいんです。もう日本は今が一番大事な時だから、伸びちゃったから、あとちょっと頑張らないといけない。韓国は素晴らしいって言ってるよ、日本でも。昨日と今日でその大きな人は出ていないから。ああ。この富士市はうちの周りはいないんだけど、ここは。東京がまだ多くて、大阪も多いから。でもまだ韓国の人みんなマスクはしてるよね。そうですそうです。でももう普通に歩いたりご飯食べたりねうんできますできます読書はいいけどジャッジ来ないでしょ韓国の人だけでそれた多分韓国人だけでしょとグルーミングコンペティションやると思うんですけどねだってヨーロッパもダメだよね今韓国入ったら絶対韓国せっかく収まってんのにそうです、ね、ドイツなら大丈夫かもしれないけどああドイツ、台湾、だね、もうドイツ、台湾、どこだあまだ6月、経営費がどうなるかわからないんですけどねえ、経営費はちゃんとしてくれないと日本この人たち来れないよね、うん、とりあえず、そのスケジュールには入ってるから日本がどうなるかだよね問題は、うんですね韓国の間な。僕の子は8ヶ月ですけど、
あの子供を産んだとき、この子を産んだときは6匹産みました。うん。それ、ウォーターマークの子？うん、メス、小さいメスですけど。去年、なんか、6月の最後ぐらいに、ロシアに行きました。韓国は日本とは違う経験が簡単なので、行ったり来たりするときに楽だから、できました。後輩しに。うん。それで、自然交配で6匹妊娠できてるんですけど、あの、オス4メスに生まれました。すごいね。また、今回産んだおとも子の子は、来年、先生のところに行きます。来年までに来れるかな、ね、絶対これ、いけると思うんですけど。日本ね、強制できないから、本当に出かけた、みんな。だから、パチンコやったり、またお店開いちゃったり、そう、どんどんやっちゃうから、一向にちゃんと収まらないんだよね。世界中でも、こんな感じ。もうすっきりいらないとこみんな取っちゃって。ユニのどんな感じになった？ほとんど。ちょっと前重くない？以前も。まあ、こっちから取りますよ。例えばもっと、ちっちゃいからコンパクトで可愛く見える。ちょっと前のまでのそこっぽいよね。犬は可愛いし、ちっちゃくて。すごい背中短いし、思った面白いっすよ。あ、それは女の子の小さい方。ああ、先生が好きって言った子ですけど。あと前だ。今日こっちは雨で。あ、いいですか。そう、だから犬はみんな中にいるから。ああ。気分気分で。中の犬でいるから大変。ピルコニャボム。ああ。で、だ、ユッカンピルさん、どうじゃないか。
ギルジェット見てると思う？ん？ギルジェット見てると思う？で、好き。で、会話にはないんですけど。あ？はい、あの、そのチャット？うん。にはないんですが。嘘。最近、シベリアンハスキーばっかりだっていう。そうですね。いつ日ペンチングだ？いつ日ペンチングだ？소리안들리잖아요또그냥듣는거지これすごい足長いねこいつね。おーめちゃめちゃ綺麗子ですね、先生。うん、でもなんかもうちょっと強さがあると思う。ゆっくり取っちゃうと、ゆっくり取っちゃうと、うん。足長いけどこんななっちゃう。いや、やっぱり洗った方が良かったんだ。いいね。あ、今までの色アップするわけ。どの辺が気になってたんですか？신대를하시는것같아요뭐왔다겠지나이대왔다하이그럼니꾸이네なんかでもそこの取り方がちょっとセカンドパピーチックなんだけど。無理か。うん、もうちょっとスロープの、あの、硬いの部分が取れるかもしれない。얇게쳐야되나봐더선생님스타일은에이따따따이거선생님왜제가가요무슨가시가라고전전다메どうか。どの子ですか？今モデル犬？うん。犬は、うん、今度も子犬でがやることにしても、ちょっと残念しそう。毎日いろんなところで何してもなんか全然慣れない。できますね。セットアップ用に変えないといけないから、セットを。15分後ぐらいにもう一回戻る。そしたらセットアップする。で、比較して。わかりました。はーい。はーい。次、こやじ。あ、先生に駄菓子。